こんばんは、ケイケイです。まず、こんばんは、ケイケイです。まず軽く、初めての解説動画ってことで自己紹介するんですけど、サイトリフ6965の、この枯渇デッキっていうデッキを使ってる枯渇プレイヤーです。これから動画投稿頑張ろうと思ってるんで、よろしくお願いします。まずこの枯渇デッキについて紹介するんですけど、相手のこのローリングウッドとかザップの呪文を枯渇させるっていうデッキなんですけど、とりあえず何でしょうね、初手の切り方と、あと、いろんなデッキを立ち回りこれから上げていこうと思います。まず初手なんですけど、自分今この順番に並べてるんですけど、初手最低重要度みたいな感じで並べてて、で、相手が何も出してきてない状態で最低ユニットの順番に並べてます。もちろんロケットはいきなり相手が何もない状況に打たないんで、ロケットは最初に咲かないと。で、バルキリーは相手の後衛に当てたり、あと三銃士の2体の方に当たりしたいんで、最初咲いたりはしない。で、アウトローも、バルキリーと同じ理由で咲かないで、で、プリンセスなんですけど、自分ちょっと前までこのテスアウトローのところがテスラでテスラ枯渇を使ってて、で、このテスラが解放されて、今こっちの方が強いかなと思ってこっち使ってるんですけど、このテスラだった時の場合、プリンセスが結構重要になってくるんですよ。なんでかっていうと、例えば相手がジャイ三重心の時にエリポンにロケット打って、で、先に自分がプリンセス咲いた状況で、で、手札にプリンセスがない状況でジャイガゴムレットが来たら、ロケットかプリンセスないと止まんないんですよ。てわけで、プリンセスを最初に切るのはちょっと良くないかなって思ってます。で、ちょっと待ってください。こうですね。で、次は丸太で、丸太は普通に2コスなんで、手札回しとしては、初手切っていいかなって感じですね。で、丸太切る時の条件なんですけど、10コス溜まったら切るんじゃなくて、10コス溜まって2、3秒待ってから切った方がいいですね。なんでかっていうと、10コス溜まった時にちょうど切ると、相手の同時にバレル飛んできたりしたら、結構対応しづらくなっちゃうんで、丸太は2、3秒待ってから相手が何も動いてこないなって判断してから切るのがいいですね。で、次ギャングなんですけど、ギャングは普通に別にこれギャングでしか守れないカードっていうのがないんですよ。ギャング切っても他のカードで守れるんで、別にギャングはめっちゃ便利なカードなんですけど、他で代用が効くんで、初手はいつでも切っていいですね。自分とかはすぐ始まってすぐ切ったりしますね、ジュエリー溜まる前に。で、バレルなんす、これバレルは普通に切っていいんですけど、で、バレル初手に切るメリットもあるしデメリットもあるって感じで、自分はメリットの方が多いって感じてるんで切るんですけど、バレル切るデメリットって何て言うかっていうと、例えば相手がポンプ持ちのデッキだとします。それで自分も初手バレルするじゃないですか。初手バレルして、で、相手がポンプ置くとします。するとそした時に自分の手札にロケットがなかった場合、詰まるんですよ、なんていうか。この枯渇デッキっていうのは、ポンプを削るカードがロケットとバレルしかなくて、で、そのバレルを切った後ポンプ置かれて、そこの時にロケットがなかったら、詰むんですよね。バルキリーギャングとかして1本折るっていうのもあるんですけど、結構渋い状況になるんで、その時に限って、相手がポンプ持ちのデッキに限った時と、あと自分のロケットが手札回りとして一番最後にある時がデメリットって感じですね。一番最悪の状況です。その時だけショットバレルしない方がいいんですけど、そんなん分かんないじゃないですか。だから、もちろんそっちの方が少な可能性としては低くて、ショットバレルするメリットの方がでかいんですよ。ショットバレルするメリットは、相手の初手が例えば丸太がなかったりとかして、対応バレルに対応するカードがなくて結構入ってしまう時とかとか、あと、もういきなり投げることによって相手が取りミスったりとか
なんて不意打ちみたいな感じなんですよね。そっちの方が、まあ、相手がポンプあって、なおかつロケットが最後っていう状況があんま少ないんで、自分はショットバレルを落下するんですけど、まあ、そこはなんとも言えないですね。だから、その、相手がポンプ持ちでロケットが最後っていう可能性を、捨てたくない人は、まあ、バレル近内で、まあ、例えば、この3枚で回して、で、ポンプ置いてきて、ロケットがなかったときは、まあ、バレルで削りに行くとか、いうのもありだと、全然ありだと思います。だけど自分は、そっちの可能性を捨ててまでも、まあ、ショットバレルした方がいいかなって思います。本当、可能性としては少ないんですよ。その、相手がポンプ持ちで、ショットポンプあって、なおかつ一番最後にロケットっていう。だから自分はやってます。はい。こんぐらいっすね、初手バレルとかで、初手で考えてるってことは。で、これからいろんなデッキの立ち回り、解説していくんですけど、まあ、とりあえず1日、1動画につき1個みたいな感じで、今回は、このボーラースケ振り、結構流行ってるやつの立ち回り解説していこうと思います。はい。で、この初手だったら自分はアイスピ切ってギャングします。このアイスピギャングなんですけど、このちょっとアイスピとギャング離しておくことによって、例えば相手がギャングにザップを打ってきた場合、ゴブリンだけ残って、アイスピはタワーに入るんですよ。で、タワーが固まってる間に、ちょっとミリ残りしたゴブリンが殴るって感じなんで、アイスピちょっと離してからギャングやるといいっす。ここエレキで、このエレキは、マルタのレベルが、同レベだと、なんか、1でも多分、エレキにダメージが入ってる状況なら、マルタだけで完封することができます。タイミング合わせれば。今回は結構削れてたんで、そんなタイミングはシビアじゃなかったけど。で、相手がエビズ切って、こっちアップ。それに合わせてプリン出して、で、まぁ、この状況で、エレキとアイビズ切られたら大体、まあ、スケ振りってことは分かりましたね。ここ、ちょっと攻めでロケットやったんですよね。多分守れると思ったアウトローはあるんで。で、ここは、自分の頭の中では、スケラはアウトローで守って、ボールはバレキリかなって感じでしたね。で、ここ結構フリーズ打たれて危ないんですけど、はい、スピット丸太でなんとか。結構入っちゃうんですよね、ここ。だから、あのロケットはちょっと、あのインドラに対してのロケットはちょっとやりすぎだったかもしれません。で、ここバレル投げて、相手取り根回ってないんでね、普通の位置で。取り根回ってたら、まあ、タワーの後ろとかにやってました。ここはバルキリーで、で、スケフリの防衛の仕方なんですけど、多分アウトロー枯渇だったら、まあ、そうなんですよ。まず、アウトロー枯渇とテスラ枯渇って、アウトローとテスラって別に役割が一緒なわけじゃなくて、マジで全然使い方が違くて、アウトロー枯渇でできることがテスラ枯渇ではできなかったりするんで、立ち回りは全然変わってきますね。こんな感じで、ゴブギャンとアウトローを一緒にフリーズでやられないような位置に出すのがいいっす。ここあとロケット2発止まれた1発なんでロケット削られました。このプリンセスはボーラーを焼くためのプリンセスです。一発入れれば丸太で死ぬようになるんで。そう、スケラの防衛はギャングがマジで優秀っすね。ヤリゴブリン一発でスケルトンが死ぬんで、それうまく使えば。相手フリーズ打たないと絶対スケラは入らないんで、結構お得っす。で、あとここはロケットマルタで終わりっすね。528なんて全然削られないんで、アイスピだけで抑えて終わりっす。ちょっと危ないか。って感じで、
まあ解説していきます。ほんと今回最初だったんで、ちょっと自分で言ってることもなんかよくわかんなくて結構戸惑ったんですけど、まあこれから慣れていくように頑張ります。はい、よろしくお願いします。終わります。ありがとうございました。